ただいまより第60回松代藩真田十万石祭り真田十万石行列の出陣式を開催いたします。はじめに本日大変多くの来賓の皆様においでいただいています。舞台横あちらの掲示板にお名前を掲出しておりますのでご紹介は省略とさせていただきます。後ほどご確認くださいますようお願いいたします。それではここで主催者を代表いたしまして松代藩真田十万石祭り実行本部長市川浩一郎よりご挨拶申し上げます。市川本部長お願いいたします。本日はこのように大勢の皆様方にご参加いただいたこと、まず御礼を申し上げます。昨夜から大雨で心配しておりました天候も、皆さんのほかにこのように秋晴れで素晴らしい祭りの日和となりました。本当にありがとうございました。本日の、エコールド松代2015秋祭りは松代藩真田十万石祭りとして第60回を進めたわけでございます。記念すべき年でもございます。それに加えまして松代藩初代真田信之公の生誕450年という、これをまた記念すべき年でもございます。そして加えてですね、皆さんご案内のように来年の NHK 大河ドラマ真田丸の決定ということで、これをまた素晴らしい年になりました。本日はこういった素晴らしい行列を立てられるわけでございますけど、信之公初代信之公から450年ということで、行列もですね、幼年期、青年期、壮年期ということで行列を作っております。それとともに真田丸の主人公でございます真田幸村公の隊も整えてございます。そういった意味でぜひ皆様方一日楽しんでいただければと思っている次第でございます。ここに後ろにございます、いらっしゃいます真田家の14代真田幸俊様、それから今年から初めてご参加いただいております15代の息子さんの幸友さん、その若手もご参加いただいております。こういった意味でぜひ皆さん方と一よろしくどうぞお願いします。ぜひ一日楽しんでいただければありがたいと思って次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。続きまして長野市長加藤久雄様よりご挨拶いただきます。加藤市長にはこの後真田十万石行列に徳川家康役でご参加いただきます。徳川家康になるぞ。長野市長の加藤でございます。本当にですね、長野市の本当に一大秋の一大イベントになりました真田十万石祭り、本当に皇帝のもとにこれ盛大に開催されましたこと、誠におめでとうございます。また今市川実行委員長の方からお話のように、14代幸俊様、それから15代になられる幸友様にもおいでをいただきまして、これにできますことを本当に、ありがたく思うわけでございます。前工事御開帳4月5日から5月31日まで、盛大に行われたわけでございますが、この真っ白から回向柱が寄進されたわけでございます。
エコー柱のない、この御開帳なんてもうビルの抜けたホップ抜けたビルみたいなものでございまして、本当はですねこのエコー柱に全国から来られた707万人の方がお触りになって、そしてこの御利益を受け取っていったわけでございます。ところがその寄進されたこの真っ白の方がそれほどこの御利益を得てないとございます。真っ白の方は武家の出身でございますので、あまり武士の商法で儲けることは嫌だと、お客さんが来たい来ておればいいということでございますが、いよいよだいぶ変わりつつあるわけでございまして、この間もですね、寺町商家で、ご馳走になったわけでございますけども、まあ皆さん一生懸命ですね、素晴らしいこの美味しい料理を出していただいたわけでございます。いよいよこの長野市の観光は真っ白から始まる、こういうふうに私も期待しているわけでございます。今日がその第1弾でございます。どうぞ皆さんよろしくお願いします。おめでとうございました。続きまして、松代藩真田家14代当主の真田幸俊様よりご挨拶をいただきます。今年の真田十万石行列は松代藩初代藩主真田信之公生誕450年を記念しての行列となっており、幸俊様には初代信之公役にご参加をいただきます。なお今年はご子息の幸友様が真田信之公の幼年期源三郎役で初めてこのお祭りにご参加くださいます。それでは真田幸俊様お願いいたします。本日今日ここにですね、このような晴天のもと、第60回の真田十万石祭りが挙行されますことを心からお喜び申し上げます。また県内外からですね、非常に多くの方々にご来場いただきましたことを、心から感謝申し上げます。ご存知のように大河ドラマが決まりましてですね、本日は大泉洋様、吉田洋様が ご参加いただくということで、まさに大河ドラマの雰囲気を今日のお祭りにも味わえるのではないかと私も期待しておりますし、また私事で恐縮でございますけれども、私の息子がですね、参加させていただくということで、大変張り切っております。ご存知のようにですね、先ほども話にありましたように、本日は信之、今年はですね信之生誕450年、真田家は、家名と武名、両方残した剣の存在であるというふうに歴史家の方に、言われたことがございます。ご存知のように、浮村信繁は大変有名ではございますけれども、同時に仮名を残した信之のこともぜひ、ご覧になっていただいてですね、関心を持っていただければと思います。またこのお祭りは、いろいろな方にご参加いただいて成り立っております。特に地域都市交流ということで、遠く島根県の浜田市、また、中野市、豊川市から毎年ご参加いただいております。このような方々に御礼を申し上げますとともに、お祭りを後ろで支えてくださる皆様、また日頃指導をいただいております長野市の皆様、市長様はじめ長野市の皆様ですね、またご来賓の皆様に、御礼を申し上げまして、簡単ではございますけれどもご挨拶をさせていただければと思います。どうもありがとうございました。続きまして、本日ご臨席賜りましたご来賓の皆様よりご祝辞を頂戴いたします。時間の都合上、こちらにご出席いただいている国会議員の皆様にお願いいたします。はじめに国会議員の篠原隆様です。お願いします。どうも皆さん、おめでとうございます。今日
も晴天に恵まれまして真田十万石祭り開かれます。あの皆さんご存知だと思いますけど、十万石とか何万石というのは江戸時代は米の取れ高でもって領地の大きさを測っておりました。それが TPP でちょっとどうなるかというのは不安でございますけれども、それと仮になんか祭りはお祝いあのすべきじゃないかと思っております。で、先ほどから市長の大宣言がございました。私この祭りもですね参加ほとんどしてるんじゃないかと思います。今造山神社の祭りになんでいなかったんだと言われましたけど、ちょっと都合がつかないのは欠席させていただいてるんですが、この会合だけはぜひというので毎度来ております。なぜかと申しますと、私あちこちに行っております同僚議員の応援とか、今その前もちょっと本を書いたりしましてたんです。なので全国各地いろいろ飛び回りました。そんな中ですね、あちこち好き嫌いってあんまり言っちゃいけないんです。松代は本当に風情のある街だと思ってるんです。なんでここがもっと有名になっていろんな人に来ていただけないのかなと常々そう思っておるんです。ですから今回、まあ、山を隔てた向こうが上田の方ばっかし宮川ですけど、喧嘩しちゃいけません。本家はどっちだこっちっていうのは争いはよくありません。上田とともにこの松代も有名になっていただきたいと思っております。でせっかくの件ですので、私のちょっとした注文をさせていただきます。松代の皆さんが多いと思います。来てみますと歴史的ないろんなものっていうのは隣と比べちゃ悪い、隣と比べちゃ悪いんですが、小布施と比べたらいっぱい山ほどあるんです。それもすごいされてます。何が足りないかと、食べ物屋さんなんです。やっぱり若い人はともかく笑った人は年取ってくると食う楽しみっていうのが大事なのになってくるので、食べ物があんまりないという、それからゆっくり泊まるところはないと思うんですね。ヨーロッパ社会では観光といったらですね、何人来たかといってないんです。さっき市長さんは700万人って言われましたよ。ヨーロッパの観光の指標は何人が泊まったかなんです。泊まっていただいてゆっくり 2,3 日歩いていただくと、そういう形にしたら松代は日本一のいい、まあ、散策する街になるんじゃないかと思っております。余計なことをもちろんさせていただきまして、お祝いのご挨拶に返させて市長さんよろしくお願いいたします。篠原高志様よりご祝辞を頂戴いたしました。続きまして国会議員の若林健太様です。若林様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました、長野県、選出の参議院議員の若林健太と申します。今日はあの真田十万石祭り出陣式がこうして盛大に開催できること心からお喜び申し上げたいと思います。毎年例年の多分倍以上の人が来ていただいているんじゃないでしょうか。あの大河ドラマの効果ももちろんあるんだというふうにあの思いますけれども、歴史と文化の変わるこの松代が大きく皆様方に盛り立てていただいて、そしてこの大河ドラマを機会にですね、真田丸機会に全国に発信できることを心からご祈念申し上げたいと思います。素敵な町なんです。魅力的な町なんです。どうかあの県外から来ていただいた方にまた2度3度と訪れていただくようにとお願い申し上げて、お祝いのご挨拶にさせていただきたいと思います。おめでとうございます。若林健太様よりご祝辞を頂戴いたしました。それでは続きまして国会議員小松豊様です。小松様お願いいたします。皆さんこんにちは、ご紹介いただきました衆議院議員の小松豊でございます。本日は本当に素晴らしい天候のもとたくさんの方にお集まりいただきまして、この真田十万石祭りの町開催されますことを心よりお喜び申し上げます。先ほど来お話がございました来年の真田丸、今日本当にたくさんの方がお見えですけれども、これを機会にですね本当にこの松代の魅力をもっともっと知っていただく、そして来年の真田丸が終わった後もたくさんの方に、来ていただいて、そして松代がもっともっと元気になるように力を尽くしていきたいと思います。今日のお祭りの大成功、そして松代のますますの繁栄をお祈りして私のお祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は本当におめでとうございます。今日は水とか飲んでいたら最高ですね。
がとう。国会議員の小松豊様でした。続いて祝電の披露です。本日お三方のご紹介とさせていただきます。参議院議員保坂健二様、参議院議員北沢俊美様、県議会議員鈴木清様、お三方より祝電を頂戴いたしております。お名前を紹介して本文は割愛とさせていただきます。以上をもちまして第60回松代藩真田十万石祭り真田十万石行列の出陣式を閉会いたします。なおこの後松代城太鼓門前では出陣セレモニーとして地元松代の真田勝どき太鼓の演奏が行われます。ただいま松代城太鼓門前ではこの後ですね、地元松代の真田勝どき太鼓の演奏が行われます。こちらもぜひお聴きいただければと思います。そして太鼓演奏に続いて同じく太鼓門前のスペシャルステージに来年の NHK 大河ドラマ真田丸で真田信幸子を演じられる大泉洋さんとその妻小松姫を演じられる吉田洋さんがお見えになり皆様にご挨拶をされます。お二人には1時からの行列出陣の後もしばらく行列をお見送りいただきます。それでは行列に参加される皆様は松代城本丸の中に移動してください。そして隊列を整えてください。皆様どうもありがとうございました。